ニュースオフエード、本日はゲストにザ・ニュースペーパーの福本秀さんをお迎えし、植草和秀解説委員、ノーボーダー上杉隆社主とお届けしています。それでは今日のオフエード参りましょう。今日の2本目のテスラの最高経営責任者イーロン・マスク氏のツイッターに買収提案をしたというニュースから参りたいと思います。まずは植草さん、どうご覧になりましたか？今回の提案はですね、ツイッター社の株式を、イーロン・マスク氏が買収するということなんですけれども、マスク氏の大量保有が明らかになった4月1日の終値に対して38% 株価を上乗せして、この株式を取得しようと、こういうことなので、株式を保有している側からすれば、株式提供買収に応じればですね、それなりの利益も得られるんですけれども、ただこの、提示している株価でも実は昨年夏の株価の高値から見ると実はさらに3割程度低い株価ですから、現在の提案でこのまま買収が成立するとは考えにくいですね。問題はこのいわゆるメディアのあり方で、先ほど上杉さんが言われておりましたけれども、いわゆるマスメディアの情報がもう一色に染まってですね、特定の情報だけがどんどん垂れ流されて人々が洗脳されてしまうような状態があるわけですが、それに対してそのインターネット上の情報というものが唯一この風穴を開ける役割を果たしていて、ツイッターを活用して例えば検事総長を黒川博文さんという方を強引に検事総長にしようとしたのが阻止されるというようなですね、民主的な使われ方も行われているんですけれども、ただこのツイッターにしてもあるいは YouTube にしても、その主催者側の判断で、閉鎖するとかですね、いろいろな言論統制というのが行われていて、これが大統領選挙ではトランプのアカウントが閉鎖された、これが多分マスクさんの行動の背景にあると思うんですが、そこの線引きの問題ですね、ここが非常に現状では明確な基準に基づいて、それが行われていないために、日本でも例えばワクチンに関する情報などが、遮断されたりするようなことが起きているので、マスクさんがこの会社を買収したとしてその問題が適正に処理されるという保証が現時点ではないと、その、インターネット上のこの SNS などの情報の取り扱い、どのように規制をかけるかということについて、やはりコンセンサスを得ていく必要があるなと思いますね。わかりました。上杉さんはいかがでしょうか？まず一つに私の個人的な意見で言うと、もう大賛成ですね。頑張れイーロンですよ。もう今植草さん指摘したように、やっぱり言論空間の健全性という意味ではツイッター社の運用っていうのはやっぱりトランプのこの前の大統領選の時に、ツイッター社っていうプライベートカンパニーが国の大統領の発言を封じるっていうのは絶対あっちゃなれないことなんですけど、それをやってのけたっていうので、もう時点でツイッター社に対する信頼は私はなくなったと。ところがやっぱりオーナーが変われば変わりますから、そしてイーロン・マスクはね、これまでね、そういう意味では自由な言論ということを、むしろ作ってきた人なんで、非常に、楽しみです。でとはいえ私の個人的な意見とは別に冷静に判断というか、この解説するとですね、ちょうどね、ちょっとソースを言っていいかどうか聞かなかったんで、8000億円のファンドを運用する投資家、世界的な投資家の人にさっき聞いたんですよ、どんな感想を持ってるかと言ったら、さすがなるほどなと思ったのは、おそらくできるかできないかって言ったら33兆円ほどの資産を持ってるイーロンだったらできるだろうと。ただしもう始まってますけど、タラル国王子とか その邪魔が入ってくるから、この辺でその再当てみたいな感じになると逆にそのツイッターの認知度が上がってまた上がる可能性もあると、で、冷静な分析というのは何かというと、本命、何が本当の狙いかと、イーロン・マスクので、彼は、まずは株価の釣り上げが目的なんで、ここはもう成功してると。だって自分で買ってるから、もう上がってるわけですよ。そうですね。でもう今売ったとしてももう目的は達成してるわけですね、儲かってるわけですから。ただし本当にイーロン・マスクが考えてるとしたら、こういうことを言ってましたね、Web 3.0 などを本当に見込んだメディアを欲しがっていたんで、もしかして本気でそこのツイッターを取りに来たのかもしれないと、特にメタ、Facebook ですね、元のあれなどは株価を落ちてもうメディアとしては厳しいんで、そういう意味では
今回ね、ツイッターという買収に関しては本気でその次の世代の次の時代の、その SNS に構築する上で、イーロン・マスクが取りに来たのかなというふうに分析してました。でね、こうやってねポッて言っただけでポン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 この画像が出てくる、なんて素晴らしいんでしょう。オペードはウェブ 3.0 までいかないけどウェブ 2.2 ぐらいまでいってんじゃないですか。 2.2 高いんですか。よくわかりません。適当です。謙遜がありましたね。ということでゼレンスキーから、以上でございます。なるほど、はい、ゴートさんいかがでしょう。次の SNS ですね。次のって具体的にってどういうふうになりそうだと思います。まあ、どこに行くか分からないですけど、うん、メタバースもそうだし、はい、まあ、形としては例えば、うん、そのいろんなのが出てきて、まあ、消えていくというのがこの何年かもそうなんですけど、はい、何でしょうね。例えばメタバースとか、まあ、それは SNS ではないんですけど、でもまあ仮想空間でね、とかそこにもう銀行ができたりとかしてるわけですから、あと通貨もそうですよね。とは言いながらも、うん、まあね、今回も、スターリンクか、イーロン・マスクがそれ使ってウクライナを助けるみたいなことを政治的な活動もやりながら、一方でアメリカで嫌われているトランプを助けることにもなると、うん、つまりこれトランプのそのツイッターアカウント凍結をイーロン・マスクになったら多分すぐ解除すると思うんですよ。もうなんかいくつか言及してますけど、この前のテッドでも、うんうん、それを考えるとね、なんか面白い言論空間が戻ってくる可能性があるかなと。なるほど、いうふうに思いますよね。じゃあすごいですね。株価も上げれたし、トランプ陣営だけじゃなくて言論の自由を訴える皆さんにもアピールもできるっていうところ で、 すごいですよ、ね、だからアメリカの政治的に見れば、うん、まあ、こちらもともとアメリカの政治取材してたんで、はい、要するにウクライナの応援するってことはバイデン政権を応援してるわけですよ、うん、でも一方でツイッター買った瞬間にそのバイデン政権を応援しながらトランプも応援できるわけですよ。だどっちにも恩が売れるってことで素晴らしいですね。すごい。植草さん今の聞いてらっしゃって、はい、どういう感想がおありですか。そうですね、まあ、問題はその、まあ、ツイッターなどで、まあ、いわゆる名誉毀損とかですね、いろいろな問題が生じてるんですけれども、はい、うん、まあ、そういう意味では何らかの規制は必要なんですが、ただ基本的な考え方としては民間企業が規制をかけるべきではない。これ上杉さんのおっしゃる通りだと思うんです、うん、でその取り締まりはやはり法令に基づいて、それを取り締まらなければならない。ただ法令に基づくものになると訴訟を起こしたりしてですね、非常に時間がかかりますので、うん、はい、その間違法なものが実は野放しになってしまうというところがあるので、うん、まあ、そこの制限をどうかけていくか、そこはやはりいろいろと検討しなければならない。ただ重要な点はやはり政治的な判断で、規制をかけるということはやるべきでない。これは上杉さんおっしゃる通りだと思いますね。なるほど。では短く続いて3本目の令和新選組山本太郎氏のニュース、植草さんいかがでしょうか。はい、まあ、これは山本さん昨年10月31日の衆院総選挙で、当選しました、はい、これは比例で当選したんですけれども、この議席を、投げ打ってですね、今回7月10日と予想されておりますけれども、参議院通常選挙に立候補するということで、まあ、山本さん出れば確実にこの1議席が取れるということで、うん、まあ、この令和新選組の議席を増やすためにちょっと姑息な手段だというふうに批判する向きもあるんですけれども、うん、ただこの4月24日に石川県で実は参議院議員の補欠選挙というのが行われるんですが、これ自民党の現職の参議院議員が比例代表2019年に当選している方なんですけれども、これを辞職して石川県選挙区から立候補するというようなことも行われているので、はい、これはもうどの政党もやはり独自の議席を増やすという戦略上、まあ、そういうことあってもいいんじゃないかなと思います、うん、でこの令和新選組が議席を増やしていくと、例えば予算委員会で委員のポストを取れるとか、うん、あるいは本会議でですね、はい、発言する代表質問ができる、あるいは10名を超えてくれば議案提案などもできるということで、まあ、これから夏の選挙で今年の2022年の選挙終わると、衆議院が任期満了までいくと4年間3年間ですね、この選挙空白期が生まれて、うん、この間にいろんなことがもう次々に、まあ、憲法改定など含めて行われてしまうリスクがあるので、そこでやはり一矢報いるというかですね、発言の機会を得るために
動いたという意味で、まあ、これは私は積極的に評価したいなと思っております。わかりました。三杉さんいかがでしょうか。いいんじゃないですかね山本さん、まあ、この制度の中で認められた中でやってるんで、まあ、これ実は山本太郎さんがやってるんじゃなくて、最初にやったのは NHK 党の立花孝志さんがまさに同じことをやって浜田聡さんを当選させると、で、出馬することによって比例票を集めて、今植草さんおっしゃったように全体の議席も稼ぐんですが、同時に日本の制度っておかしくてですね、選挙のたびに国政政党はその票の積み上げで政党助成金の額が決まるんですよ、あれ人数じゃなくて。だから落選しても選挙に出て国政政党で取った全ての票をかける80円かな、でやるんで、次の選挙でまた太郎さんが出れば、それがたとえ山本太郎さんが落選しようが当選しようが、また令和への政党助成金が増えるということで、まあね、これが認められている制度なんで問題ないけど、もしこれが文句あるんだったら他の政党の国会議員も含めてこの制度を変えればいいだけの話なんで、まあ法律の枠内でやってるからいいんじゃないかと思うんですが、今ね太郎さん山本さんが出たオペードが出ましたけど、懐かしいですね。これ4年ぐらい前だったかな、まだ令和新選組作る前だったと思うんですけど、最初に出た頃はですね、私がこういうスーツを着て格好して太郎さんがこの T シャツでいつも出てました、時が流れると立場がこうやって入れ替わってですね、片やもうゼレンスキーみたいな感じで残念な感じになってるのに、ウエンスキーですね、ウエンスキーです、YouTube のコメントで、あ、ウエンスキーですか、ウエンスキーさんになったらウエンスキーだっていう、もう残念ですよ、メロリン級とか言ってバカにしてたのに、うん、本人に、本人ね、今やもう完全にウエンスキーって馬鹿にされる感じになってしまって、うん、オペードもなんか出演拒否してるウエンスキーになってますほらもうどういうことだこれはなんだこれはもう早いですねこの会社はいいですね。なんだこれは AI かなんだ。ただやっぱの個人的に思ったのは山本太郎さんのことで、なんかあ今年参議院選挙あるんだっていうのを新たに、なるほど、でこれもっと感謝すべきなんじゃないかなと思うのが、やっぱりちょっと今参議院選挙全然注目集まってませんし、で、まあ、串渕真理さんって実はお会いしたことあります？よくあります。あ、本当ですか？ね、あれオペ出たっけな串渕さん。でもピースボートもやってらして、あ、そう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 、はあ、あとね区議会市議会議員とか、東京都の希望の党でね一回立候補して、で落ちたんだっけ、当選したんだっけ、結構ね民主党だったり、はい、そうですね、ね、小沢一郎さんの小沢ガールズの一員とか言われたりした、ね、串渕真理さんだと思ったんですけど、ね、でも気づけばもう令和新選組5人いますから ね、 これね、国会議員が、ね、で今度山本太郎さん当選すれば6人目になりますからね、そうなんですよ、本当に地道にこう積み上げてきてっていうやり方でね、うん、立派ですよ、ま、そうですね、本当やっぱり、うん、なんていうんですかね、参議院選挙でこんだけ前のめりになってる政党がなんか他にない気がして、うんうん、なんかみんな冷めてる感じがしてね、うん、なんか立憲民主党なんて略称が、略称って今民主党なんですよね、両党とも、国民民主党も、国民民主も立憲民主も、うん、で民主党って書いたら半分ずつじゃないよね、票に応じて分け与えるんですもんね、半分、ねえ、このなんか民主党にせこいですよね、民主党ってもう今ないものになんか未だにすがってるようなやり方で、その立憲民主党がそれやめた方がいいんじゃないかみたいな話があったのに、今回もまだ保留ですもんね。ねえ、あれもでもね、それはもちろん党のそのそれぞれの党の人たちは情けないというのもあるんだけど、もう一つはやっぱりそういう制度を認めてるっていうのはおかしいですよね。そうですね。だからもうね、これ制度疲労を起こしてるんで、まあ選挙制度もう一回抜本的に見直すと、そして本人たちじゃなくて議員じゃなくて第三者機関みたいなの作ってきちんと、やっぱりそういうふうにやっていかないと変わらないと、そうですね、このように思うわけであります。あ、間違えた、それはアブシンと出てくる、ウラジミールと共に走り続ける私としてウラジミールと共にね、友達じゃないことがバレました、いやでも戦争が憎いです。どうなんですか、普通だったらあそこまで言ったんだったら、あそこまで言うんだったら、そうですよ、私は人が何と言おうとウラジミールを応援するってぐらい言えば男らしいのに、最近は私は SNS にゼレンスキーと会った時の写真を積極的にアップしてそうでしょ、ロシアに200億もね、何回払ったのにね、払ったのに、しかもね、地元まで呼んでね、そうですよ、フグ食わしてやったのに、フグ食べて温泉で背中も流してやったのに、そうなんですよまあそれはどうか分かんない、どうなってんですか今、ちょっと植草さんの笑い声聞こえます、すいませんね、まあ、ね、はい、
まあ、民主党といえばですね、あれですね、自由民主党も民主党ですし、社会民主党も民主党ですから、そうですよね、全部略称民主党にして、あの票を半分したら、敵はなんかいい感じになるんじゃないかなと思いますね。いいですね。なるほどね。はい、いいね。確かに。確かに。いいアイデアですね。いいアイデアです。ありがとうございます。以上、今日のオペレートでした。送料だけで5億かかります。ここにも実はあのアベノマスクがありまして、全然かかる。イランマスク、なぜかゴッホはこれに力を感じて